吉田義則は、幕末の公卿、吉田良広の子、明治期の神職、家族、子爵。天保8年、京都で吉田良広の子として誕生。嘉永2年12月29日、除爵される。嘉永3年9月28日、元服し、昇殿を許される。安政3年2月5日、侍従。安政5年、父と共に、定身88強烈三次元に加わった。慶応元年12月23日、従三位に除され、公卿となった。慶応2年1月2日の白馬節会では、外弁を務めた。慶応3年8月26日、神技権大添に任じられた。慶応4年4月2日父の薨去により服改し、同年うるう4月23日に除服し、出仕、また任する。明治2年、百官の廃止に伴い、律令制下の官職である侍従、神技権大服を解任された。明治維新を迎え、科学吉田神道の隆盛を意図して、平田鉄胤、矢野賢道から国学を学んだ。慶応4年2月20日、参与、神技事務局補となる。以後、工学所御用係、宮中勤番、交代合宮職勤番などを務めた。明治12年、吉田神社宮司となり、後、日枝神社宮司などを務めた。明治17年7月8日、子爵を除爵した。公卿部任による。ありがとうございます。